通が全国最も多いのが大阪府です。今月19日までの累計死者数3579人で、人口が 1.5 倍の東京の3431人を上回っているんですね。村井さん、なぜ大阪死者数が多いんでしょう。今回ですね、我々は大阪の医療の現場で働いている人に、まあ、いろいろと取材をしました。そこでやはり大きな理由の一つはですね、やはり重症化しつつある人でも入院できなくなっていること、まあ、これが一つ大きな理由として挙げられるというふうに言っていますね。はい。でまあ、今ね、大阪ではですね、病院に電話しても、まあ、なかなか受けてもらえず、その保健所にはですね、救急車を呼んでくださいとしか言われないので、救急車を呼んでもですね、搬送先がないような状態になっていると。はい。でまあ、医療機関はですね、酸素投与とかが必要な高齢者ですでにまあ埋まっているので、その新規の人っていうのが結構死亡するケースが相次いでいるという状況なんですね。吉村、高齢者がまだ少ないな。やられた。維新はベーシックインカムだからな。高齢者がまだまだ少ない。ベーシックインカムには健康保険は入れてないからな。民主人民共和国핵武器연구소상명대륙간탄도장착용수소탄시험에서완전상